あの歌の収録の話をしますか。最近ね、なんかね歌の収録とかがあるんですけど、あったんですけど、なんかその時に、まあ歌の収録ってね、結構ね、あのスタッフちゃんとかがねついてきてくれたりとかするのね、マネちゃんとは別に。でそれでなんかあの、まあ歌の収録があった時に、まあ歌い終わって、で、はあ今日も終わったと思って、お疲れ様でしたっつって、なんかみんながいるねそのスタッフルームの方に行くんだけど、なんか行ったら、なんかそのスタッフちゃんがなんかすげえ感極まった顔をしてるのね。それで、え、何なんだろうと思って見てたら、いやスバルさん歌なんか上手くなりましたね、昔はうまく歌えないって言ってアーカイブ消してたのにみたいな、やめてやめてみたいな、恥ずかしい恥ずかしいみたいな、そんなみんなみんないるのやめてやめてみたいな、もうなんかもう授業参観のお母さんみたいなこと言うのやめてみたいな、昔はスバルさんアーカイブ消してたのに、すごくなんかもうあの頃のスバルさんはいませんねとか言って、もうなんかさ、もうすごい授業、もうマジで授業参観のお母さんだったよ。 お前スバルの母ちゃんかなと思ったんだけど、まあ嬉しかったんだけどさ、まあでも確かにね、もう最初にね SSS を取った時なんてね、もう本当に目も当てられない感じだったので、もう今となっては良かったなと思います。いや、っていう楽しい現場だった。なんか別の